せっかくどうもない魔女めぐみでございます。今日は5日間コーデをやってみました。これはコーデ1。なんで5日間かっていうと、5個目のコーデで雨が降ってきたんですね。だから1週間コーデをしようと思ったのが5日になってしまいました。すいませんでした。はい、どうも。そしてこちらのトップスは山田や雪からのプレゼントでございます。そしてパンツはザラで今持っております。そしてこのピアスはハンドメイドのクリーマというサイトで買いました。ネックレスは山田屋です。でこのハットが、野田町のラージで買ったハッノースフェイスのハットですね。でこのガバンは言ったっけ、カバンがもうハンドメイド、なんかハンドメイド市場みたいなの須賀川で月1でやるんだよね。そこで見つけて即買いました。その須賀川のなんか手作り市が路地間っていう、路地裏マーケットみたいな、路地間っていうイベントみたいなのなんだけど、結構ね可愛いのいっぱい売っててね。で須賀川のなんか寂れた町がちょっと活気づく日なんですね。私は高速道路を使ってわざわざ行きます。あ、こちらコーデ2日目です。こちらこの貧乏ちゃまみたいなトップスは GU でございます。これ安かった、超安かった。で今はね引いてってんのよ。ハイライトがハイライトでしょ、これすごいハイライト。でパンツがザラ、めちゃめちゃ長かったからね、自分で折って縫ったの。波縫いしたの。でこのキャスケットはこちらもラージで購入しました。でバッグはグッチで、デニム地のグッチでございます。サンダルはね前に買ったザラのやつ、今安くなってるけど、悔しいくらい安くなってるけどね。でねこれはね今日はね心さんに撮ってもらってるんですね。だからあの心さんを何回も外に連れ出してやってくれと。でバイクコーデもやりたいから、旦那様にバイクも出してくれと言ったのに全く出してくれる気配もなく寝てますね。今シーズンまだバイク乗ってません。乗りたいんですけどね。でこちらの指輪は、まあ、毎日この3本の指にはつけてるかなっていう、出かけるときは必ずつける指輪でございます。でこちらがコーデ3、3日目のコーデ。このトップスがねアンティカなんだけどね、これめっちゃ可愛いのよ。これドット柄に見えるでしょ、これレコード柄なの。レコード柄可愛くないこれ。そしてパンツがザラで、なんかちょっと写真がね 見当たらなくてね。でこのカバンはオールドグッチ、メルカリでね買いました。でキャスケットはカシラの、通販で買ったんでちょっとちっちゃかったけどね、私頭がでけえのよね。メンズの帽子じゃないと合わないんだよね。で靴はよくわかんねえインスタに出てくる通販で買いました。これ結構可愛かったのね。でこれはハサミのネックレス、これねイメージ的にはあのレトロ、昭和のレトロな親父がの床屋の親父みたいな感じのイメージです。何言ってかわかんないけど今理髪店の親父のイメージです。親父なのね。このアンティカのシャツ、ちょっとメンズだから、メンズでもちょっと大きめなの買っちゃったからね。でもオーバーサイズで可愛いかななんて思ってるんですけど、誰に手振ってんの、誰に手振ってんの今まだ雨降ってないんだよね。おっと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 っつって、さっきセリアのピアス見た、可愛くないのピアス。でこちらコーデ4日目です。こちらのトップスもさっきのね1日目のパンツのセットアップのね上なのよ。セットアップの上ね。でこのベレー帽はあの心さんに
前倒しで誕生日プレゼントくれと言って無理やり買ってもらった帽子でございます。こちらもラージで買いました。そしてね、この蜂のピアスも、これノースフェイスって書いてあるのかな、蜂のピアスもハンドメイドで、こちらのカバンは路地まで買ったハンドメイド。この縁のね、柄がね、密かに蜂なんですよ。見えますかね、見えますかね。この蜂とこの蜂を合わせたわけなんですね。この隠れたおしゃれ、いいでしょ、この隠れたおしゃれ。で、あのお靴がアンティカで、何年か前に買った水玉、可愛いでしょ。多分ガビオとか踏んだらなんか貫通するぐらい薄いんですけど、これ可愛いなと思って。そしてですね、次回の動画はあの雑談とメイクでやっていこうと思います。雑談の題名がめぐみさんラブホに連れ込まれそうになるです。もうそのままやないかい、そのままやないかいですけど、そんな感じでございます。次回もお楽しみにしててください。そして最後のコーデでございます。で、雨降ってきたのね。これトップス山田屋、パンツがザラ、今も売ってますね。そしてこのバッグは仙台でいつだか買った、なんかよくわかんないやつで、で、またこれまたラージで買ったターバンをやっております。そしてこちらのピアスは郡山で、あのアジアンショップがあって、そう、月光ロータスっていうアジアンショップがあります。気になる方はググってみてください。首の裏汚いです、びっくりしました。やっぱね、こういう動画を撮ってるとね、意外とね、自分の全てをね、なんかこう目の当たりにするんでね、あ、ここ直さなきゃ、あ、これこの姿勢直さなきゃとか、あ、首の後ろボツボツだぞとか、結構ね、やっぱ動画を撮ってみるのっていいと思いますよ。おすすめですよ、おすすめ。パイクコーデをね、楽しみにしてきてくれたまるまるちゃん、ほんとごめんなさいね。うちの旦那さんがね、全然起きないのよ。でもね、バイクコーデはね、もう長袖長ズボンよ。もう転んだら危ないからね、転んだら危ない。だからがっつり、こんな暑い夏でもね、絶対長袖で行きます。転んだら絶対終わっちまうからね、転んだら擦り傷だらけになっちゃうから。ということで、雨が強くなってきました。ご視聴ありがとうございました。